さあ、続いては渡辺麻友でございます。麻友は本当もうずっと鏡見て前髪とか直しちゃうくらい女の子なんで、うん、もうないよね。心配なぐらいちょっと不安、うん、今私不安です。ダンスエントリーナンバー2、渡辺麻友。女性アイドルとして隙がないアイドルサイボーグの渡辺はどんな男性に変身するのか。レッツダンソー。沖田様、池田屋からいつ戻ってくるのでしょう。近藤先生一生を近藤勇に捧げた幕末のスーパースター、渡辺の男装は新選組沖田総司だ。かわいい、かわいい。沖田様大丈夫でございますか。すぐに我が家へいらしてください。私が看病いたしましょう。いや、気遣いは無用。私はすぐに近藤先生のもとへ戻らなければいけないのだ。何をおっしゃいますか。ご自分のお体のことお考えください。近藤先生お待ちください。なぜ、なぜそこまで。お主には分かるまい。人を守るため抜かねばならぬ刀もあるのだ。